皆さんどうもこんにちは、ダイタラです。ワイルドハーツやりましょう。さて今日なんですけどね、左上のやつ、ツルハシを保護せよ。そうですね、新しいねメインストーリー進めていきたいと思います。まあその前にちょっとね、あの俺の胴体だけちょっとさ、まだ作ってなかったよな。この地獄猿装備、フル地獄猿にしときましょうか。うっす、ようやく作れた、フル地獄猿、かっけー。よし、他にお役に。でちょっとね、しばらくなんですけど、俺このコーンがやっぱおもろいので、コーン練習しようかなと思います。がちょっとね、別の派生ルートも作っとこうかなと思って、コーンね、こっちルートかな、要は作っていこうかなと思います。でこのお金がない。え、俺金ないの？ちょっと待って待って、え、金ないとかある？ビビった。とりあえず売れるやつあるので、換金素材え、ちょっと待って、マジ俺お金ないとかある？ビビっちゃったよ。でこっちですね、行きたいルート。で早飲み、よし、強化して、さらに1個下、そう、このお猿ちゃんの、よし、お猿ちゃんじゃねえわ、タヌキが、でタヌキの武器に強化する。でこんな感じです。胸像作ればさらに鍛えれるっていうね、やばくない？ね、なんでちょっとこのルートね、攻撃力バカ高いから、ちょっと上げていこうかなと思いまーす。おー、なんか見て、色合い的にもさ、めっちゃかっこいい。そんなかっこいい装備を持って。さあ、今から行きましょうか。ちょっとね、まだね、この国ならし狩るサブクエスト残ってるんですけど、まあやってないのはね、多分そっちだけなので、もう後でまた今度やりましょう。よし。というわけで、新しいエリア。え、新しいとこ、ここ。ね。秋、ガレの、渓谷行ってきたいと思います。さあ新しいところやってきた。まあ、とりあえず初めて来たらね、初めましてのね、この櫓立てですよね。まず櫓を立てる。櫓、おう、よし、獣はどこにおるのじゃら。はい、これだけやっていきましょうか。で流血、いや解放してる。あれ、俺ここ来たことある、もしかして。いや、ないよね。さあ、目的地ここですね。なんか獣もいるんですけど。よし。さあ、初めて来るとこだな、ここ。舞茸。うわー、新しい食材とかもある。ねえ、アケビ。ねえ、なんか、初めて来るとこっていうか、この久々、ねえ、こういうところはしっかりとね、そう、探索していきたいとこだよね。なんか若干ハテナ見えるよね、これ。見て。薄いハテナ。おい、薄すぎるだろ、そのハテナ。まあ、とりあえず、ね、行ってみようか。え、どういうとこだろう、ここ。楽しみだなぁ。空を飛べ。空飛んだけど。なんだ、ここは。パルクール的なやつとして、どこまで登れる？これ。これ、どこ、ここ。うわぁ、いや、ちょ、待って、マジでここ、どこ？え？道がこっちじゃないな、多分。うわ、なんか、建物がある、昔ながらの。ねえ。昔のやっぱ人里だったんやろうかね、ここ。さて、つくもたんも発見。おぉ。秋枯れの峡谷。あれ、雑魚的？ボスどっちだと思う？雑魚的だよな、これ。ねえ。はい。おらおら、硬いな、お前。だいぶ硬いぞ、こいつ。よし、丸肉頂戴いたす。お肉おいしい。ちょっと待って、意外と強いかわこいつ。よし、おらー、よし、とりあえずしっかり殴っていきましょう。オーケー。さあ、ゲージ回収もして、目的地はこっちですね。あと 200m ぐらい離れてる。まだまだまだ遠そうだ。キス、よし、回収して。なんか、のどか、観光地って感じしない？ここ。キモい、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 あまりにもキモい敵出てきた。キモ、おい、擬態してる生物じゃねえか。なんだよ、こいつ。普通にビビったわ、今。わあ、なんか見て。この紅葉とあの庭園の、これ、感じ、とても良いですね。でも、目的地ではないんだよね、こっち。観光ほどほどに、ちゃんと順路で進んでいきましょう。ここ登っていく感じか、とりあえず。
ね、こういろんなもの、お地蔵さんとかもいっぱい立ってるね、ここ。やめろ。え、なんかいる？どうした？夜だ。やっぱりこんな場所に来るべきでは。大丈夫か？大丈夫か？スラハシのものを助けて。このままでは食われてしまう。こんな可愛い生物やだ、こいつらは。よし、どうだ？感謝してくれ。本当に助かった。おう、港の獅子狩りを迎えによこして。この人が多分あれだよね、大工さんだよね。実はバケネズミが急に襲ってきたせいで、ほう、我らツルハシの者らは離れ離れになってしまったのだ。やば。トリオのセレン、レンは我らを逃がそうとおとりになってバケネズミに追われ、洞窟の奥に。何やと？彼女を失うわけにはいかん。セレン、レン、ねえ、助けよう。そのために来た。かっこよすぎる。お前だけが頼りだ。どうか助けてくれ。任せる。俺も皆を探してくる。任せたぞ、獅子狩りを。おい、無理すんな。二次遭難する。ここにいてくれ。頼む。まあ、とりあえず、生物は狩りましょう。ここの命、頂戴いたす。はい。まあ、とりあえず、洞窟の奥に行っちゃったらしいよね。その、レンさん、セレンさん、棟梁、女性。ねえ、ちょっとそのとこまで行きましょうか。よし。今の感じ、今ここ辺か。よし。どんどん行こうか、まだ。さあ、目的地はあっちですね。もうちょいか。ここなんか見てるだけで結構おもろいな。すごい。これでかいやついたらすぐ飯食おうぜ。ほら、仏さんとかおるやん、ほら。こんなとこで死んじまったら。あ、これが、いたか？氷石。あ、ちっちゃいやつに襲われてる。おいおいおい、大丈夫か？ちょっと待って、今これ取ってからな。大丈夫か？倒れてんのか、お前。まあ、持ってやるよ。間違った。はい。ファイヤーアタック、ほら。よし。まだいるか。ほい。どこ行った、あいつ。あれ、いなくなった。あ、まだいた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 。まだ元気だな、お前。ほら。よし。全部やっつけました。感謝しろ。ああ、この人？助かったよ。女性の人って。あんた、もしかして獅子狩りってやつかい？レンさん、この人が。オネズミ、笠宿氏って呼ばれてたね。はい。そいつに襲われて、必死に逃げて。そうか。けど、棟梁がおとりになっちまったんだ。あなたじゃないのね。あの人を残しちゃおけないって戻ってきて、このざまだ。あのちっちゃいやつやられたか。で、笠宿氏、見たか？いや、ダメだ。けど、声は聞いた。見てはない。多分、あの辺だと思う。じゃあ、いるか、ボス。あんたに教えるよ。ありがとう。うちが言っても、これじゃ役に立たないだろう。まあ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 な。頼む。ネズミをやっつけて、棟梁を助けてくれよ。任せとけ。その願い、聞き入れた。よし。あんたは命の恩人だよ。いやー、いいことするって気持ちいいね、みんな。ここは、マジでさ、大仏みたいな像がめっちゃあるよな、ここ。信仰心すごいっす。これアイテム、これ回収できんのかな？これ回収できないな。ただの飾り光だ。ね。あれは回収できんのかなと思いつつも。さて、次こっちですね。行きましょうか。よし。ルームカラクリ5個設置完了。はい。ハテナは敵だもんね。これ客、あー、なんかすごいハテナの量ある、ここの辺。熱い。ここにつくもたんいる。つくもたんも帰ろうぜ。つくもたん、つくもたんそこ？ああ、普通にいた、そこに。よし、つくもたんよろしく。 OK かな、 OK かな。このね、壁にある黄色い鉱石がね、この鉱石って言ってちょっとね、欲しい石なので、これもね、見かけたら回収しながら行こうと思います。さあ、とりあえず笠宿氏がいる。くそ、どこだ。こっちか、こっちか。え、ここ、ここ、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。レン、まだ鶴橋に入って日の朝、レンか。耳に水、手先は器用だが覚えが悪くてな。死んでもうたか。だが志はあった。それもここで。この人がレンか、棟梁か。あなたが棟梁か。そうだ、あんたは
港がよこした獅子狩りか。これこの人日本人じゃないな、多分。仕事みたい。獣。笠宿氏を買ってくれ。任せろ。あいつはこの奥にいるはずだ。わしはまだ生きている仲間を集めに行く。了解した。では買ってこよう。で飯食うか。頼んだぞ。任しといて。わしは仲間。よし。さてとりあえず飯食って腹ごしらえしてから。行ってきます。さあ目標の獣どこだ。ここか。すげえとこおんなあいつ。さあだいぶ上に行きます。倒しに行きましょうか。あの人たちの敵を取ろう。うわー、ここ黄色だ。すげえイチョウだよこれ。赤だったり黄色だったり。ここ観光地ですね。ここ来ない？みんなで。めっちゃいいとこやけど。なんか初めて見る獣がいる。ねえ、なんだお前は。よし、めっちゃおるやん。おう、なんだお前も。よし、やっつけとくか。とりあえず襲いかかってくるこいつ。おう、なんか今ゲロ吐いたろお前。ねえ、せーい。変なやつだな。よし、鳥獣の外皮。なんかこのちっちゃいやつ全部さ、ちっちゃい獣のなんたらシリーズで結構統一されてる気がするんだよね。割といいシステムかもしれん。それはさあ、黄色いところからさよならして。なんだここ、剣刺さってる。ねえ、ちぎれたお守り暗闇。ねえ、あれ、なんか違うアイテムゲットした。違うんだよ、それじゃねえんだよ俺が欲しいのは。どうやって行くんこれ、道わからん。やっと見つけたー。さあ、あそこですね。奴がいるのは。ネズミ野郎、お前を狩るぞ。よし。港に来てくれた鶴橋。ねえ、その人の命を奪ったこと、決して許さーん。お前を倒そう。なんか、尻尾にキノコついてる。おらー、えい。おらーって全然聞いてない。この刀の形全然ちゃうないかも。ねえ、炎よ。よし、ファイヤーアタック。よし、さあ火の攻撃で相手にビビらせて。いや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 、投げ飛ばされた。おい、雑魚敵めっちゃいるけどこれ。ちょ待て待て。おい、これ雑魚めんどくせえクエストかよ。おっと、おい、逃げんのかこいつ。ナイス投げ。おい、おい、こいつマジでなんだよこいつ。よし、殴れ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 。よし、ほら、しっかり当ててけ。おー怖い。ファイヤー、いって、もう一回いこう。ファイヤー、せい。よし、火を入れよう、火を。よし、さあゲージマックス、よけて必殺、おっきい刀でどっこいしょー。せん、あれ寝た俺。え、待って、おやすみまーん、寝まーす。あ、で移動した。おはようございます。まだこいつら戦いづらー。つくばさんもいる。あいつ寝てるぞ。おい、何寝てんねんおい。はい、ファイヤーアタック。よし、移動かお前。ねえそれ、友達また召喚かよ。友達呼ぶのなし。ねえ、うせえこいつ。おい、友達召喚マンじゃねえかこいつ。トライ。うん、寝まーす。おやすみなさい。俺よう寝るな。おい、こいつ雑魚敵も寝るの出してくる。うわー、キノコ、キノコ屋の式だ。いける。よし、しっかり殴れ。さあこれでゲージマックスまであとちょっと。うわー、よくなった。はい、うー、よこせ。よし、ゲージマックスからの体験でぶっぱー一撃。あ、おい、雑魚敵マジでふざけんな。1000ダメージ返せ。
うい、よし、マジでこいつふざけてる。よし、また効くね、出てまう。起きて俺。おはようございます。この待って、ガチでうざいな、このザコ的。びっくりするな、こんなうざいやつがいただろうか。いや、いない。ねえ、いけー。おい、さあ、もう足引きずってない？ねえ、俺やっぱ結構火力で今回武器強くしたから上がってるね、威力。さあ、また改めてやろうか。うわ、まあ、まだ出すよ、こいつ。キー出したとこでそれがどうした。ファイヤー手裏剣キャラドー、おい、ファイヤーアタック、また出してきた、こいつ。ファイヤー手裏剣キャラドー、ファイヤーアタック、出ます、これ出そうです。もう一度行こうか、ファイヤーアタック、ほら、ファイヤーアタックいいぞ。なんだこれ、うわっと、すげえ当たった。スコボタ頑張って、起きてくれ俺。よし、ファイヤーアタックがいいな、やっぱ。なんかね、やっぱね、このからくりを駆使してね、攻撃当てた後だってゲージ2つ溜まるからさ、いくぜい、体験でぶっぱん出た。お、最悪すぎる、マジで雑魚的エグすぎるなあ、雑魚的エグすぎるだろ、マジでこいつ。痛い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 、もうマジでマジでキモいな、こいつ。おいおい、くそ、お前のせいやぞ、ふざけんな。よし、一旦下がろう、ジュース飲んでマジふざけんな、おー、しかった。解釈いたす、燃える剣でお前をやろう。雑魚的うざすぎバロン、獅子狩りカン、これが俺の新しい力。やっぱコンがね、俺は楽しいからコン極めていきたいね。こういうなんかねえ、ゲージ貯めて大きい剣でドーンってするのってさ、俺が愛用してるチャージアックスみたいだからすげえ好き。モンハンね。よし、これで安全に港まで行けそうだ。早く来てくれ、本当に助かった。新しい物語が始まるで、これで。になっていた連中はどうにか無事だった。よかった、あんたのおかげだ。みんな危なかったね、本当。さて、おう、わしらはこのまま港へまっすぐ向かうつもりだが、あんたも一緒に来る。まあ、一緒に行こうか、ご一緒で行こう。なら、また変な獣に見つからないうちにさっさと立とう。道案内は頼んだよ。任せろ。瞳の色が西洋感ありますね、この方。よし。いやー、これで港どうなっちゃうのかな。新しい人来たからね、姫ちゃんに報告しなきゃね、近頃。よし、ちょっと報告だけ、これね、龍脈30個、金3000ゲットした。やった、わ、仕事一覧が更新されます。だってなんだと。とりあえずわからんから、こういうの上から受けんねん、全部。よし、さあ、姫ちゃんとちょっとね、話す前に新しい防具が増えているぽい。うわー、うわー、顔でか。やっぱ小顔効果あるよな、これ。わー、でもこの服かっこよくない？めっちゃかっこいい。あそこの地方で取れる素材をふんだんに使ったっていうやつなんだろうね。でも地獄猿のやつとか、そう、防具高いわ。でもこっちね、笠宿氏、さっきのね、ネズミのやつ、笠宿氏の素材とか、うわー、すげえ。ねえ、小武者、小強者の兜だって。なんか知らねえモンスターのやつだね、アイテムがいる。いや、でもかっこよー、これ。これ作るの頑張っていこうか。またちょっと素材集めなきゃね。まあ、しばらくはこのね、今の装備で頑張ろう。やっぱり。さあ、姫ちゃんに会いに行こうか。姫ちゃん、お、また、あー、いるじゃん。戻ったか。こちらで少し。もう首ないように見えるな。自慢じゃないが。ほら。武器を扱ったことは。獣と会うのも。いや、でも。二度とごめん。才能があるじゃないですか。ものづくりの。よし。スラシの方々はどこ住むんだろう。よくぞレンドの乱を見つけて助け出してくれた。お前には何度礼を言ったかわからぬな。
いいねやで。これからも言うことになりそうだな。いつも助けてあげるよ、姫ちゃん。ともかくな。これで都で名高い大工たちが、うん、港の大工衆に加わることになる。よかった。港を獣の脅威から守るため、うん、港をより発展させるため、その土とカンナを振るってもらうつもりだ。だいたい木造だもんな、ここのは。レンドの名に話してみるがいい。なんか作れるもん増えんのかな。それが巡り巡って狩りの役に立つこともあろう。ほんまか。そういえば、はい、ちゃんと名乗ってはいなかったな。あ、どちら様ですか、名前は。都で鶴橋の棟梁をやっていた、はい、セレンファフサジブリールだ。やっぱ外国の方だ。呼びにくいだろ。レンと呼んでくれ。セレンさんね。その言う通り、これから港の大工仕事に大いに携わらせてもらう。おう、頼んだ。あんたには助けてもらった恩もある。頼みがあったら大工小屋に来て行ってくれ。いやー、ではね。また行くよ。多分サブクエでしょ。逆に依頼されると思うんだけど。さて、はい、わらわの話はしまいだ。はい、お前もやりたいことがあるだろう。これで。そうだね、素材集めたいっす。聞こえておるか。わあ、まだこんな持ってんのか。お前に話が。うち、いや、頼みが一つ。うじしげさん、呼び出しせんがといてくれ。うじしげだな。このところ顔を見ていないが、息災か。ゲッ、お前姫様のところにおるのか。ゲーなんだ、ゲー。息災だ。ただ懐が寂しゅうて、あら、忙しく。いや、働いてねえな、ちゃんと。言い訳は良い。わらわはいつもここにおるのだぞ。残念ながらお前の懐を温めてはやれぬが。姫ちゃん、お金ないもんね。さ、うじしげのところに行ってやれ、はい、お前に頼みとあらば、なかなかの難題なのでは。なんだろう、次。わらわも負けてはおれぬ。おう、この港のためにできることを進めねば。はい、というわけで、まあ、宇治重さんの話も聞きに行くか。とりあえず、レンドならは狩りの成果伝えとこう。全然増えてない。頑張って称号増やします。レンに増築を頼むと港が発展し、食材の最大所持数を増やせる。レンのとこ行こうぜ、レン。レンどこだ？ちょっと待って、レンの場所探そう、まず。鍛冶屋さん。あー、いた。ここか。レン、あ、こんなとこでくつろいとるね。よし。発展してくんね。来たか。おう、こちらは港をぐるりと見て回ったと。すげえ、ハンマーいっぱいある。昔はもっといろいろ立っていたんだろうが、おう、今では手入れもされていない土地がいくつもある。そうだね、大変なんすよ。わしらの腕の見せ所だな。これから忙しくなりそうだ。あ、じゃあちょっとよろしく頼むわ。これから力を貸そう。必要なものあるか。あんたから恩を受けてばかりとはいかないんだが、集めてやろう。何かと入り用になるのは確かだ。食材持てる数増えるのは助かるからな。その時は言ってくれ。あれ、頼み事をするかもしれない。いつでもいいよ。最優先よ、最優先。港を彩るもの、日々の役に立つもの、そういったものが立てば皆の暮らしが豊かになっていく。わしらがここに呼ばれたのはそのためさ。さ、町づくりを始めよう。セレンさん、立派な方ですね。レンさん、レンでいいか。レン、おい、レン、建物建ててくれ。お金か、持って、お金で持ってけ。他には特にこれあれかな、狩りを繰り返して待て。はい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 、お金貯めよう。俺お金ないからな、言うて金貯めなあかんねんな、今後。そう、宇治重さんに言ってさ、お金俺もちょっと懐温めてもらうか。とりあえず今回多用した技があって、それがね、これですね。炎を出して、手裏剣出してからのドーンって火柱の攻撃。これがね、多分やっぱ速くて強いので、今後も多用していこうかなと思います。で、初のこのね、上から攻撃してからの、これもね、いいんだけど、今失敗したけど、ね、これ。これもいいんだけど、ちょっとやっぱね、後付きもむずいので、初もね、言うて、初も意外と、当てづらいので、これ火が一番当てやすいかなっていう今のところの結論ですね。まあ、これすげえ強いけどね。まあ、初とこの火をね、使い分けていこうかなっていう感じかな、今後は。はい、早いよね、結構。ここいいわ。これでゲージ貯めてマックスにしてドカーンっていうので、ちょっと今後もやっていこうと思います。はい、よし、それでは終わりましょうか。じゃあ次回、宇治重さんとお金稼ぎ頑張っていきましょう。また見てください。お疲れ様、しばらくコンです。